はい、こんにちは、116インズです。シリーズものになるかはまだ決めていないのですが、アンバランスな成績と題して、文字通りアンバランスな成績を残した選手を取り上げていきたいなと思っています。第1回はブラッド・リッチについて取り上げていきます。このリッチというピッチャー、2000年代にアストロズ、それからフィリーズなどで活躍したクローザーでして、通算で225セーブを挙げ、この時代を代表するクローザーの一人でした。90マイル台後半の速球と鋭く落ちるスライダーが武器のピッチャーで、2008年にはフィリーズで世界一も経験。この年のリッチはレギュラーシーズン41セーブ、ポストシーズン7セーブを挙げたんですが、セーブ失敗は一度もなく、フィリーズの絶対的なクローザーとして君臨していた姿が非常に印象的なピッチャーでした。そんなクローザーとして完璧なシーズンを送ったリッチなんですけれども、翌2009年も31セーブを挙げ、これだけ見るとクローザーとしてまた活躍したんだなと思うかもしれませんが、この年の防御率がなんと 7.21、 おおよそクローザーのピッチャーで、しかもこの年30セーブ以上を挙げた選手ではなかなか見られないような防御率を残してしまいます。 MLB の歴史においてもシーズン30セーブ以上を挙げたピッチャーの中で、この2009年のリッチの防御率 7.21 は史上最悪の数値となっていまして、この記録は現在においても続いています。31セーブを挙げながらも防御率 7.21 と非常にアンバランスな成績を残したこの年のリッチについて、今回の動画では各月のリッチのピッチングなどを見ながら振り返っていきたいなと思います。それでは時間を2009年4月に戻して、リッチのピッチングについて見ていきたいなと思います。こちらが開幕から6登板のリッチの成績となるんですが、開幕から3つのセーブ機会がありまして、いずれもセーブすることができました。ただこの3セーブのうち2試合でリッチは失点してしまいまして、いずれも1点差に迫られるというなかなかヒヤヒヤする展開ではあったんですが、それでもセーブ失敗という最悪のところまではギリギリ踏みとどまって、開幕6試合で防御率 4.50 という成績でした。4月17日の登板ではノーアウト満塁のピンチをなんとか無失点に抑えるなど、ちょっと本来のリッチらしくないピッチングが続いていたんですが、この時はまだ春先だから本調子じゃないという見方がまあ強かったのかなと思っています。そして迎えた4月18日のパドレス戦、この試合リッチは1点リードの9回にマウンドに立ちましたが、先頭バッターにツーベースを与えると2つのゴロで同点に追いつかれてしまいます。リッチにとっては2007年9月23日以来のセーブ失敗となったんですが、なんとか同点のまま9回裏の味方の攻撃につなげたいところでしたが、2アウトランナーなしからリッチは2つのフォアボールを与えると、ケビン・クーズマノフにスリーランホームランを打たれまして、パドレスに勝ち越しを許してしまいます。このホームランを浴びた直後にリッチは降板、3分の2回4失点の大炎上で、この年初めてのセーブ失敗、そして敗戦投手となってしまいました。このセーブ失敗によってリッチの連続セーブ記録は47で途絶えてしまったんですが、これは当時 MLB 史上3位の記録。この記録を称えまして、リッチが降板する際に地元のフィリーズファンたちは、打たれてしまったリッチを責めるのではなくて、今まで絶対的なクローザーとして活躍してくれたことを称え、スタンディングオベーションで彼をねぎらいました。リッチにとってフィリーズに来て初めてのセーブ失敗でしたので、フィリーズファンからすれば1回ぐらいはいいよという気持ちがもしかしたら強かったのかもしれませんね。こうしてシーズン初めてのセーブ失敗をしてしまったリッチでしたが、この後の2試合はきっちり無失点に抑えまして、4月は失敗1回を含む4セーブ、防御率は 7.27 という成績を残しました。まあ、防御率 7.27 と聞くとかなり悪いように感じますが、18日の4失点がかなり響いていますし、それを除けば8回3失点と一応まずまずのピッチングは見せていましたので、この時点でフィリーズファンたちはそこまでリッチの状態に関して心配はしていなかったのかなと思っています。ただ明らかにリッチのピッチングがおかしいと誰もが気づき始めたのが5月。この月リッチは5月5日から15日までの6登板で連続で失点してしまいます。ほとんどがセーブ機会ではなかったので、まあそういった要素ももしかしたら影響したのかもしれませんが、15日のナショナルズ戦ではシーズン2回目のセーブ失敗、その後3つセーブ成功させますが、5月23日のヤンキース戦では1点リードを守りきることができず2失点を喫しサヨナラ負け、さらに翌日もセーブ失敗するなど、この5月は一応8セーブを上げたんですが、セーブ失敗3回ありまして、5月の防御率は 7.98、 シーズン通算でも 7.71 と、さすがにここまで来るとリッチの状態はおかしいと多くの人が感じ始めます。そして迎えた6月、6月5日の6月6日の2試合連続でリッチは再びセーブ失敗をしてしまいます。6月5日の試合に関しては2アウトランナーなしのところから味方のエラーもありましたが、逆転サヨナラ負けを喫し、もうここまで来ると僅差の試合でリッチを入れるのがちょっと怖いようなピッチングが続いていましたので、6月6日の試合後、フィリーズは右膝の怪我を理由にリッチを故障者リストに入れます。
この当時の記事を見返してみましたが、リーチ自身まだまだ投げられると言ってましたし、怪我といってもそこまで深刻なものではなかったようでしたので、怪我を治したいというよりかは、明らかにピッチングがおかしいリーチに対して、肉体的かつ精神的にもリフレッシュさせたいという意図が強い故障者リスト入りだったのかなと個人的に感じました。地元紙の報道を見ても、リーチの故障者リスト入りは正しい判断だと書いていた記事もありましたので、当時のフィラデルフィアの人たちの意見としては、一刻も早くリーチをクローザーの座から外す必要があるというのが、おおよそ統一見解だったのかなと思いました。リーチはほぼ最短の6月下旬に復帰し、この月はわずか5試合の登板で防御率は 6.75 に終わりました。故障者リストからも復帰し、そろそろ本調子に戻ってほしいというところがチームの思いだったと思いますが、7月のリーチはこの年唯一セーブ失敗のない月を送りましたが、それでも防御率は 5.91、 やっぱりちょっとどこかおかしいという状態が故障者リストから復帰しても続いてしまいます。そんなボロボロのクローザーを抱えたフィリーズですが、意外にもチーム状態は良いまま夏場を迎えることができていました。7月末の時点で59勝42敗、2位のフロリダマーリンズと6ゲーム差をつけて NL 東地区首位を快走。特に打線の状態が非常に良かったので、7月末のトレードデッドラインに向けては投手陣の整備を中心に行いまして、7月15日にはペドロ・マルティネスと契約し、さらに2週間後の7月29日にはクリーブランド・インディアンスからクリフリーをトレードで獲得するなど、先発陣を一気に強化しました。ただ7月のトレードデッドラインの時点でフィリーズはブルペン補強には動きませんでした。クローザーのリッチがあれだけボロボロにもかかわらず、フィリーズはどうしてブルペン補強に動かなかったのでしょうか。実はフィリーズのブルペンはリッチを除いたメンバーはそこそこ戦えていたんですね。7月末の時点でのブルペン防御率は 3.99、 ただこの数字はシーズン防御率 7.11、 38回で32失点していたリッチの成績を含めての 3.99 という成績ですから、リッチを除けばリーグ上位ぐらいのブルペン陣ではあったんですね。ライアン・マドソン、パク・チャンホー、スコット・エア、それから JC ・ロメロといったメンバーがリッチの調子が悪い分なんとか踏ん張っていまして、どちらかといえば当時のフィリーズは先発陣の状況の方が深刻だったんですね。エースコール・ハメルスのピッチングがちょっと不安定だったり、またチームの先発陣として47歳のジェイミー・モイヤがチーム最多勝という状況でしたから、この後のポストシーズンの戦いも見据えますと、やはりもう1枚あるいはもう2枚ぐらい先発陣を補強したいという思いがチームとしてはより強かったのかなと思います。トレードに使えるプロスペクトの数も限られていますので、その貴重な資源をどこに当てるかというところを考えた時に、フィリーズとしては先発陣に当てるのがベストだと判断したのでしょう。ということでトレードデッドラインも過ぎ、フィリーズとしては8月以降もこのリッチをクローザーに据えたまま戦っていくことを決めたわけですが、ただ8月のリッチも全く投球内容が改善しなかったんですね。シーズン終盤、ペナントレースも終盤で徐々に1試合の重みが増してくる中でも、リッチがかつての安定感を取り戻すことはありませんでした。この8月は7セーブを挙げましたが、セーブ失敗も3度記録、防御率は 6.75 と、やはりコンテンダーのクローザーとしてはかなりまずい成績を残してしまいました。特に8月25日の試合、相手は NL 中地区最下位のパイレーツが相手でしたので、プレーオフを目指すフィリーズとしては絶対に勝たなければいけない試合だったんですが、この試合リッチはワンアウトも取れずに3失点で逆転サヨナラ負け。もしこの試合勝っていればフィリーズはドジャースを抜いて NL 最高勝率に躍り出ていたんですが、かなり痛い形で試合を落としてしまいました。この時期にもなるとリッチが打たれるケースというのはパターン化されてきまして、もともとめちゃくちゃコントロールがいいタイプの選手ではなかったんですけれども、この2009年は特に球のばらつきが大きく、また武器であるスライダーも見極められてしまっていましたので、どうしてもカウントが悪くなってしまって、で甘く来たところを痛打されるというケースがこの年のリッチに多く見られるパターンでした。でシーズン終盤、8月も下旬となれば、いい加減リッチをクローザーから下ろせという声もだんだん強くなってきたんですが、それでもリッチがクローザーで居続けられたのはチャーリー・マニュエル監督のおかげでした。マニュエル監督のリッチに対する信頼は非常に厚く、彼がどれだけ打たれようととにかく擁護し続けました。8月25日の逆転サヨナラ負けの後も、彼はうちのクローザーだと断言し、今後のクローザー起用も明言しましたし、またチームとして彼に対して自信を示す必要があるとコメントするなど、リッチに対する信頼感が非常にこのマニュエル監督厚かったようなんですね。まあ、前年の2008年、あれだけクローザーとしてフル回転して、どんなに苦しい場面でもチームの勝利を守り続けたわけですから、多少失敗が重なったとしても、このリッチをクローザーから外さないというところがマニュエル監督の思いだったのかもしれませんね。また現実問題として、リッチ以外にクローザー
講座をできる人材がいないという問題がフィリーズにありまして、6月に彼が故障者リストに入っていた際にライアン・マドソンがクローザーの代役を務めていたんですが、その期間に3回のセーブ失敗がありましたので、リッチ以外のメンバーに対してのクローザーとしての信頼感があまりなかったという部分ももしかしたら影響したのかもしれません。とにかく我慢してリッチをクローザーとして起用し続けたマニュエル監督ですが、ついに我慢の限界を迎えたのが9月8日のナショナルズ戦でした。この試合2点リードの9回にいつも通りリッチがマウンドに上がったんですが、ヒットと2つの四死球で1アウト満塁のピンチを招いてしまいます。この時フィリーズはプレーオフを目前にして4連敗を喫していまして、さすがにここで逆転負けを食らってしまうとチームとして流れがかなり悪くなってしまうと感じたのか、マニュエル監督は後に悪い予感がしたと語っていましたけれども、この年初めてセーブシチュエーションからリッチを下ろしまして、本来セットアッパーのマドソンを投入。なんとかマドソンがこのピンチをしのいでフィリーズは連敗を止めることに成功しましたが、翌日マニュエル監督とリッチの間で今後の起用法に関して話し合いの場が設けられることとなりました。その結果マドソンがしばらくは暫定の守護神としてセーブシチュエーションで投げることとなったんですが、ただ9月12日にマドソンがセーブ失敗した後、リッチが再びクローザーの座に返り咲きました。まあ返り咲いたといってもそれはほんの一瞬の話で、9月17日にシーズン30セーブを達成しましたが、9月23日にシーズン11回目のセーブ失敗をした後、再びマドソンがセーブシチュエーションで登板する機会が増えることとなりました。9月のリッチは4セーブ上げましたが、セーブ失敗は2回、防御率 8.10 と、ここまでどの月のピッチング見ても正直いい月は一つもなかったんですが、その中でも最悪の月となってしまいました。9月13日から9月25日まで5登板連続で失点するなど、結局シーズンが終わるまで復調することがなかったこの年のリッチ、シーズン通算では31セーブ、セーブ失敗は11回、防御率は 7.21 と、ここに大変アンバランスなレギュラーシーズン成績が誕生しました。ちなみにチームは無事地区優勝を果たしプレーオフ進出を果たしたんですが、このプレーオフでリッチはプチ復活を見せるんですね。 NLCS までの5試合を無失点に抑え、この間3セーブを上げ、レギュラーシーズンのあの不安定なピッチングは一体どこに行ってしまったのか、むしろあの2008年のような絶対的守護神の貫禄を感じるようなピッチングを見せ、チームのワールドシリーズ進出に大きく貢献。ワールドシリーズは僅差のゲームをビシッと締める役割が期待されましたが、ワールドシリーズ第4戦同点の9回に登板したんですが、3失点で勝ち越しを許してしまい、残念ながら敗戦投手となってしまいました。これがリッチのこの年のワールドシリーズ唯一の登板となってしまいましたので、最後の最後で2009年のリッチが出てしまったなというようなピッチングでこの年は終わってしまいました。ということでピッチングの面では31セーブを挙げましたが、ほとんどいいことがなかった2009年のリッチ、普通の人だったら一刻も早くこの年のことは忘れ去りたいと思いそうなところなんですが、実はリッチはこの2009年を振り返るインタビューを10年後の2019年に受けています。でその中では2009年というシーズンに非常にいい思い出があるというところと、また他のブルペンのメンバーに非常に助けられたこと、また彼らと本当の意味で仲間になれたのはこの苦しい2009年シーズンを一緒に戦えたからだと話していましたので、これだけ苦しい1年だったにもかかわらず振り返ってみればいい思い出がたくさんあると語っていたんですね。これはなかなか言えることじゃないよなと思いましたが、それだけ彼にとって仲間たちの支えというのがこのシーズンは大きくて、またチームとしても成功を収めることができたことが何より嬉しかったんでしょうね。ただリッチが仲間たちのサポートを得られたのも、その前の年2008年にチームの世界一に大きく貢献したという部分も非常に大きかったと思いますので、他のブルペン陣としては今まで頑張ってくれたリッチの分まで今度は自分たちが頑張ろうという思いがもしかしたらあったのかもしれませんね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですねメルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録と、また動画が面白ければぜひ高評価もいただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。